お疲れ様です。おはよう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 。今日こんな感じ。ひまちゃん、ね、今日はねズビシズビシ、ね、今日はね唐揚げと竜田揚げのコンビネーション弁当だよ。随分と楽をしたよ。2週間に1回はこれいいかも ね、 ね、今日ねかぼちゃのグラタン冷凍食品、そしてささみのカツ、これはねあの 30% 引きで 30% 引きで買ってきた。そして、この唐揚げのねこのコントラスト、この交互に入れるね感じ、交互に入れる感じ、これはねあの冷凍食品です。はい、もうね、あのこんだけバリエーション持ったら手作りは無理ですね。ええ、あの冷凍食品素直に頼りましょうという、ね、はーい、どうもーと、もうね、仕込みからね、一からやったらもうね、何時間あっても足りない。おーい、というわけで、朝ごはん、お疲れ様です。いやー今日はね朝からチャーハンだよっていうのもね、昨日ピザだったじゃん。おかんがピザだっていうのにご飯炊きやがって、ご飯めっちゃ余ってるんだよねやばい。だからね朝はチャーハンですよ。お好きな方は取ってね。そしてこれメイン、メインもボリューミーだよ。ね、ハッシュドポテトになんかソーセージ任さったやつとエビフライのやつ、ね、朝ごはん。そして、はい、こちらお昼食、唐揚げと竜田揚げのコンビネーション、ね、近くで見るとこんなん、ね、こんなんだよ。で今日はねあのかぼちゃのねグラタンで黄色を取ってます、ね、赤と緑と茶色バランスいいんじゃないですか、ね、白も混ざってる。よし来たこれ、よし、もうねこうやって元気よくやってるけどね、もうメンタルギリギリだから、もうマジでもうメンタルマジギリギリだから、ほんともうあとね連勤140連勤はきつい。130か、ね、というわけでお疲れ様です。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。またね。
おはようございます。さあ今日は、豚骨ラーメンと朝飯昼飯お弁当を同時に作るというハードスケジュール、さあご紹介、まあ、こんな感じ。ニンニクニンニンニクニンとこんな感じ。これはね、昼食、まあ、あの3年生ですね。でこれが登校組の3つの朝食と嫁ちゃん、それとお弁当組でございます、ね。まあでもね、十何個作るはねかなり楽です。はい、ずらずらずら、結構な迫力ですな。まあひとまずこんな感じ。さて次は豚骨ラーメンのチャーシューと豚骨を処理いたします。引き続きお楽しみください。
はい、おはようございます。お疲れ様。火曜日の朝、今日ね決まったと思う。うん、これに玉焼きのね、ちょっとワンポイント黄色が入れば完璧。うん、これはいいね。エビチリ、ハンバーグにシャウエッセン、そしてチキチキボーンに甘酢団子、赤い魚肉ウインナーも入ってるよ。ミニトマトもアクセント、ね、これ今日決まったね。うん、あのウインナーの横にね黄色があればね完璧だったね。よし、同じパターンでもう一回行こうか。今度黄色足してね。うん、近くだとこんな感じ。ドン。よ。上から見た方がいいね。上から見た方がいいね。いいやめちゃん、うん、はい、どうも。続きまして、朝ごはんでございます。はい、お疲れ様です。朝ごはんできたよ。ね、弁当の余りです。はい。そんなに予算かけられません。はい。弁当でパンパンです。余ったの。食べ放題。ね。はい。ね、僕の高校生の頃はね、卵と醤油だけだった。うん。はい。そしてお弁当。わお。わ、これ今日迫力あるね。おお。いいね。ありがとう、ありがとう、ありがとう。美味しくなってくれ、美味しくなってくれ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう。ドン。いいね。今日迫力あるね。迫力ありますね。いいね、いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ、松本いいよ。松本いいよは16歳。さあ、ありがとうございました。ね。よかったらグッドボタン。チャンネル登録よろしくね。ありがとう、ありがとう。